フランス南部で14日、スクールバスが、木で列車と衝突して大破し、バスに乗っていた子供たち4人が死亡し、列車ののを含むおよそ20人が怪我をしました。が、地元メディアはバスの乗客の多くは学生だと伝えています。列車は時速80キロで走行中にバスの車体後方をしたとみられるということです。警察は、なぜバスが踏切に進入したのか、遮断機が正常に作動していたのかなど、この詳しい状況を調べています。ことを受けてフランスのマクロン大統領は